はい、皆さんこんにちは。英語科の小渕です。本日はレッスン6 Where does Halloween come from? のパート4の本文解説になります。ラストパートになりますからね、しっかり読み進めていきましょうね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン6のパート4を見ていきましょう。8th paragraph です。 Now, when and how did these Celtic customs spread around the worldNow ですね。まあ、今とですが、まあ、話題のこの転換を示すときに使うね、形ですから、まあ、さてぐらいかな。はい。When and how ですから、いつ、はい。How はね、方法ですね。どのようにして。These ですから、これらの、ケルトの、カスタムズ、まあ、風習でしたよね。風習、慣習ですね。は、スプレッド、ね。そのスプレッドね。これは広まるですね。広まる。はい。で、around the world ですからね。世界中にだね。さて。いつどのようにしてこれらのケルトの風習は世界中に広まったんでしょうか。 The answer is twofold。 はい、その答えですね。 Answer、 その答えは、はい、この twofold、 はい、これは2段階ということですね。さあ、その2段階見ていきましょう。まず、first です。はい、first, Irish immigrants, descendants of the Celts, brought many of their customs to America. Irish immigrants ですからね。アイルランドですね。の、immigrants は移民ですね。はい。で、この後に、Descendants of the Celts とありますが、これは括弧しておきましょう。はい。このアイルランドの移民は、イコール、Descendants。Descendants は子孫ですね。Of the Celts ですから、ケルト人のですね。ケルト人の子孫である、アイルランドの移民は、ってことだね。これが brought。brought はね、もちろんもともとは bring です。はい。持ち込んだところね。何を持ち込んだかというと、many of their customs。彼らの風習、慣習の多くを to America、 アメリカに持ち込みました。はい。まあ、彼らのってありますけどね、これはまあ、アイルランドの移民、つまりケルト人のですかね、風習とかですかね。はい。これを持ち込みました。After the mid-19th century, some of themBecame popular there, eventually resulting in current Halloween practices. まずここまでね。はい。After the mid-19th century, 19世紀のミッドですからね、半ばですね。の後、まあ、行こうとかな。はい。Some of them.それらのいくつかだね。一部とかね。で、この、全部ですけどね。これは、ケルト人が持ち込んだ風習のことですかね。これが became popular there。
人気になったんですね。で、ゼアってのはそこでとこですが、もちろんこれはアメリカでだね。まあ人気になったというか、まあ普及したと捉えてくださいね。はい。そしてここでカンマで切れますね。Eventually resulting in current Halloween practices。 はい、ここはリザルティングというね、分子構文ですね。はい、eventually のは結果的にとか最終的にことですね。はい、でリザルトインは結果としてこうなるとこですね。はい。で、カレントハロウィンプラクティスですから、現在のハロウィンの監修とこだね。はい。で、これですが、まあ、この場でも、ね、意味取れますけどね。これはですね、分子構文は、で文をつなぎますから、接続詞ですね。これはアンドでいいですかね。で、主語は前の文。まあ、サムオブゼムですから、まあ、ゼリーですかね。eventually resulted in currentin practices とかな。はい、ね。接続詞と主語をね、はい、補ったりはこうなりますよね。まあ、最終的には、現在のハロウィンの慣習になったということですね。はい、エースパラグラフの続きですね。Second, as American popular culture reached more and more countries,Halloween practices in America also spread to Australia, Germany, Japan, and interestingly to the UK in the last century. Second ですね。第2に、As American popular culture reached more and more countries. ここまでね、スラッシュ入れましょう。で、ここに比較級を伴う場合。ね、このAS、これはですね、なんとかするにつれてなってしますね。アメリカンポピュラーカルチャーですから、アメリカのポピュラーカルチャー、大衆文化と、ね、通常取りますかね、がmore and more country ですから、ますます多くの countries reached 届くとかね、届いたとかだね、届くにつれてとかだね、まあ、届くというか、まあ、伝わると。止めてくださいね。はい。で、ちなみに、more はもちろんね、これはもともとメインだからね、の比較級です。で、Halloween practices in America。アメリカの、ハロウィンの、practices。慣習が、Also ですが、またとか、なんとかにもとかね。はい。で、spread ですから、広まったんですね。オーストラリア、
Germany, ドイツ。Japan, 日本。そして、interestingly。興味深いことに、to the UK ですからね。イギリスにも広まりました。In the last century. 前の世紀とかね。はい、もちろん前世紀ってことはね、現在21世紀ですから、20世紀ってことですかね。はい。はい、で、ラストパラグラフですね。For most of us, Halloween now holds little or no religious significance.For most of us. はい。Most of はね、ほとんどとかだね。私たちのほとんど。で、for はね、にとってとかね。はい。ほとんどの人にとって、Halloween now。now はね、確保していきましょうね。現在。今現在ね。ハロウィンは、ホーズ。はい。ホーズはね、なんとかを持つとかね。これが、little or no religious significance。はい。religious はね、宗教的なところですね。宗教的なシグニフィカンスは意味ですね。宗教的な意味を little or no ですからね。little はこれはほとんどないって意味です。で、no ですけど、これは全くないってことね。はい。どちらもね、これは形容詞ですからね。ほとんどの人にとってハロウィンは現在宗教的な意味がほとんどないもしくは全くありません。 But we should remember that some religious people do not accept it because of its origin and association with evil spirits. But しかし we should remember 私たちは should remember ですからね。覚えておくべきです。何を覚えておくべきかというと、ざっというかですね、格好していきましょう、最後まで。Some religious people do not accept it. ここまでね。一部の religious people。religious people。まあ、宗教的なところなんですが、まあ、宗教を信じている。つまりまあ、信心深い人々ってことかな。はい。は、do not accept it。はい。これは、accept は受け入れですから、受け入れないですね。それ。it はこれはハロウィンですかね。一部の信心深い人々は、ハロウィンを受け入れない。ってことをね、覚えておくべきですってことだね。はい。で、because of。はい。これは、なんとかのためにってことだね。its origin。その、ハロウィンのね、起源だね。と、and association。アソシエーションつながりだね。アソシエーション with ですから、なんとかとのつながりですね。はい。で、evil spirits ですから、これは、悪霊だよね。悪霊とのつながりのために、
ハロウィンを受け入れない一部の信心深い人もいるということをね、覚えておくべきです。ということですね。はい、お疲れ様でした。それではね、この後ね、エクササイズまとめの問題とね、解いておきをしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。See you!